はい、こんにちは、まえちゃんねる前原です。今日はこちらでございますね。うん、仮面ライダードライブのデラックストレーラー法&シフトフォーミュラーです。いよいよこれが登場してしまいましたね。仮面ライダードライブの3つ目の武器かな。うん、ハンドル剣、ドア銃に続くトレーラー法でございますね。うん、これは銃だね。そう、あの、ね、銃っていうか大砲だね。うん、シフトフォーミュラーで変身した後で登場した間ね、武器になりますね。うん、はい、ちゃんとさ、タイヤもついてるから転がす方向もできるんだね、これ。あ、そうなんだ。うん、あのシフトフォーミュラーっていうのはね、あの F1 っぽいあのタイプなんだけど、うん、だからトレーラーなんだよね。うん、これあの F1 とか見てる方は分かると思いますけども、うん、F1 の移動ってね、あのでっかいトラックの中に F1 から入れてさ、うん、運んだりするから、うん、あのほら、カーズのさ、マックとか、うん、ああいう感じで、うん、でっかいトラックの中に車入れて運ぶんですね。うん、では、早速開けてみましょうか。うん、せーの、はい、はい、あ、重い重い重い、重いね、本シフトフォーミュラーだね。うん、あ、重い、あ、やっぱ大砲っていうだけあるね。うん、うわ、重い。はい、こちらがシフトフォーミュラーだね。うん、このような感じ、F1 っぽいデザインになってますね。うん、かっこいいね。かっこいいね。うん、横間にはドライブマークちゃんと入ってますね。うん、回したらドライブのマークがあるね。そうだね。うん、ね。うん、では続いてこちらのトレーラー4を出しますよ。ちょっと重いからね、パパ開けるよ。うん、はい、おお、でかい。また左右動くんじゃん。ここにですね、いろんなロゴマークがあるんだけど、例えばこれなんてマックスフレアでしょ。うん、これがファンキースパイクでしょ。うん、ファイヤーブレイバーとかね、ちゃんとタイヤの名前がロゴになってこれ貼ってあるんだね。うん、素晴らしいですね。うんうん、これスライドできるんだよな。うん、なんかテレビでやってる、ね。上のボタンを押すと。あ、上のボタン押すと、うん、あ、なるほどね。なるほどなるほど。はい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 、すごいな。ていうかこれエイシン君片手で持てますか。あ、そっかそっか、両手でいいんだ。片手でする必要はないね。うん、トレーラー砲自体はこのようなデザインですね。うん、はい、ここが、必殺技の時にフルって出るんだよね。うん、今何も出てないけど、うん、この状態で出るの、それはすごいよね。ちょっと楽しみだな。うん、では早速電池を入れてみましょうか。うん、はい、それではトレーラー砲に電池をセットしてみましたね。うん、単4電池3本必要になりますね。うん、はい、では電源オンにしてみましょうか。はい、いくよ。はい、あ、ここ光った。フルって書いてあった。フルって書いてあったね。うん、シフトザトレーラー砲っつってたね。うん、シフトザトレーラー砲だね。シフトザ・トレーラー・ホー。そうそうそう、ホーホホー。ではまずですね、トレーラー遊び、これからやっていきましょうか。うん、まずはこのトリガーを引くんだって。いくよ。うん、はい、これはね、走行音みたい。一応ね、うん、こっちが運転席で、こっちが車が乗っかるトレーラーだからね。うん、こんな風に走行してる時の音がなる感じだね。はい、それで今度は発射遊びでございますね。うん、まずこの天井部分、ここがねスライドして開くようになってます。うん、ここね。うん、そしたらリアドア、うん、こちらのリアドアが後ろにあるボタンを押すとですね、うん、開きますので、うん、はい、こんな感じね。うん、でここから、シフトフォーミュラーを通すということでやってみてください。行こう。うん、シフトフォーミュラー通しますよ。はい、手を離してこんな感じだね。でこれでこのトリガーを引くと、変身だ。ベルトさんの声がした。うん、変身だ。次よ、行くよ。エクザクトリーって言ったね。うん、この発射遊びをやるときと違うとき、普通にトレーラーモードで遊ぶときとちょっと音が違うみたいだね。うん、では次に大砲遊びをやりましょうか。大砲、うん、遊びはこのリアドアを閉じて、うん、こっちも閉じるよ。うん、はい、ここのボタン、これを押しながら下にスライドしますね。はい、はい、こんな感じ。うん、これですね。うん、これで大砲モードになりましたね。この状態でトリガー引いてみてください。そうだね。うん、結構いい音なんで、これはね。うん、でこっからが、本番だね。うん、まずはここの部分、この部分にシフトフォーミュラーセットしてください。はい、いくよ、せーの、はい、フォーミュラーホー、フォーミュラーホーってったね。でトリガー引くと、おー、F1 っぽい音が鳴った。うん、超かっこいい。うん、もう一回押せよ。うん、
やっぱこれいいね。いいね。しかもこのトレーラー法のすごいところは、今のここの部分、うん、これ個別音声認識なんだよね、うん。だから、スピードを入れても、そうそう、反応します。スピード法って言ったらちゃんと。で、トリガー引いてみて。そう、うん。変身の時のあの音がなんだよね。うん、ちょっとワイルドやってみようか。うん、ちゃんと見てみて。いいよ。そう、うん。これいいでしょう、うん。びっくりだよ、うん。個別認識って素晴らしいね。うん、今回ただ赤外線通信はないのかな、うん。うん。ちょっと間がある。シグナル間があるセットしてみようか。うんうん、こんな感じでね、うん、今度はバイラルコアセットしてみましょうか、はい、いくよ、うん、じゃん、ちゃんとバイラル法って 言,、うん、言うんだね、弾いてみて、あらららら ら, らちゃんと音声なんだ、ちょっとびっくりこれ、うん、ブレイクガンナーと同じ音になったね、うん、いやこれちょっとびっくりだな、うん、え、こういう使い方するのかな、する、ちょっと気になるな、気になる、はい、じゃあ最後に、必殺技だね、まずはシフトフォーミュラーをセットしてください、うん、フォーミュラー、この上の蓋を開ける、うん、でここにシフト感を2台セットしますね、うん、シフトスピードとワイルドね、はい、いくよ、もう一つワイルド、フルって出てから、うん、出てる出てる、あ、出てる出てる、フルフルフォーミュラー大砲、もうすごい、レースっぽい音出るじゃん、しかもなんかあれだったね、観客の歓声まで聞こえたけど、うん、へえ、すごい、そんな感じですね、一応ここにはフルっていう文字が見えて、うん、しかも中に入ってるシフトカー2台がですね、うん、鏡に反射して映ってんだよね、うん、もうこれね、うん、いいと思う、うん、最近買ったこのドライブのおもちゃで最強だね、うん、一番いい一番いい、本当に一番いい、いやー、ではちょっと最初にやるべきだったけど忘れてましたね、うん、シフトフォーミュラーをドライブドライバーにセットしてみましょうか、うん、じゃあいくよ、いいね、いいね、よし、じゃあ最後に必殺技お願いします、いくよ、うん、大体いつも一緒だね、うん、よし、ではこの前輪シューターとトレーラー砲で対決、はい、いくぞ、うね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 、うね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 、よし、シグナル危険セット、うわー、
い、ということで今回は仮面ライダードライブのデラックストレーラー4&シフトフォーミュラー